私は欠陥品ではありません。は欠陥品だって喋られんせきさ、誰もが太ず喋る、どう喋れんでも、いだらしいトランコ、いだらしい姿、外れた連中がいっぱいいるんだす。そういらば、は羨ましいんじゃ、自分の気持ち、欠陥だって喋られるのを恐れずに、富士山できる人たちは羨ましい。奴らはお金とくさ、不安も自由さ感じられんすけ。欠陥品なんぼ言葉さ絞らずに、踏んだらもは、そった字は許されねえ。恐れ疑いたまらい、そう見えることは許されねえ。感情ば表さ出すんだば壊れてら証拠出すけ。欠陥品だとされてまるは道具ばり出すけ。自分であらんでわけでなくそうあるべしだとされてすけ。決められた道から外れるわけにもいけねえ。自分で考えた瞬間どのくらいの欠陥品だっけ。意見は持ってそれくじにすること、そういらば我に認められた存在とは違うんだすけな。誰の道以上道具以上のもの許されてないから、道具だけ壊れたきゃな、泣けられるバリ助けは羨ましい。おめえは我のつらんこ持ってるんだもん、恐れねえで声上げさる、あその自由は持ってらされない。おめえの声は飛んでも我の声だば、沈黙飛んだら、今何聞こえじゃ。いや、今言葉にしかんじゃねえ。踏んだら、すみです。我に挑んでけろんじゃ。でなきゃ、我から行く。お目見れば、まるで歪んだ鏡さ映った自分は見てらようだ。それは見ると、どうせべるも嫌な気分になる。我が慣れたかもしれない姿がそこさあって、それが許さねえ現実がどうかさな。うんだろも、我。はあ、結果ひんじゃんねってこと証明してける。投げられることも壊れた道具で触ることも許さねえすけ。ああ戦う結果ひんじゃねえこと証明するためにな。ああ結果ひんじゃねえ、邪魔するやつは全部排除してける。あが結婚品黙って二度と喋らせねえすけ。あ、欠陥品じゃない。欠陥品です。